世の中にはいろいろなスポーツがあります。放られた玉を木の棒で叩き返し、ダイヤモンドを回るも手敵味方22人で一つの玉を蹴り合うもの。槍を投げるもの。ただただ槍を投げるもの。槍投げとは、 槍を投げる競技です。彼らは槍を投げます。誰に頼まれたわけでもなく、槍を90メートル投げます。投げすぎです。しかしなぜ彼らは槍を投げるのでしょうか何が彼らをそうさせるのでしょうか精神分析学によれば、槍はペニスの象徴です。 つまり、槍を天に構えている状態とは、喫立したペニスを表しています。また、助走区間が30から36.5メートル設けられているのは、ある種の身体的・精神的準備の必要を意味し、ペニス通常時から勃起時への空間的・時間的猶予と重なります。そして、槍を投げること。 放つことと言ってもいいですが、それは言うまでもなく、射精の代替行為であり、投げられた槍、精子が、母なる大地、母性としての女性に突き刺さる、着床することによって、疑似成功は完結します。また、選手は投げた後、概ね叫び声を上げますが、この時は、自分の愛する人、妻、 恋人の名前を叫ぶ場合が多いそうです。ふみえ、ニコール、ソフィア。耳を澄ませば、その叫び声が聞こえるような気がします。